メネスは、エジプト初期王朝時代のファラオである。上下エジプトを統一し、エジプト第一王朝を創設したとされている。メネスの実在については、2019年現在でも、議論の対象であるが、エジプト学の主流では、歴史学、考古学的な、様々な証拠に基づいて、メネスを第一王朝の最初のファラオである、ナルメルと同一であるとみなしている。 メネスという一般的な名前は、プトレマイオス朝時代の歴史家で司祭のマネトの記述によっている。マネトは、ニューイータという表記を用いた。一方、ギリシア風のヨータニューという表記は、紀元前5世紀のギリシアの歴史家ヘロドトスによるもので、エジプト神話の神民との混同があったものと考えられている。エジプト語の、メニは、エジプト第19王朝の頃の、 鳥の汚名表や、アビドス汚名表に由来する。メネスという名前は、持続した、彼という意味で、IES エ,エドワーズは、反伝説的な英雄を説明するための単なる、形容国に過ぎずその名前は失われている。と指摘している。特定の人物を指しているのではなく、カー、スコーピオンキング、ナルメル等の初期王朝時代の複数のファラオを、 集合的に表しているという説もある。古代の伝承によると、メネスは、紀元前3000年と2850年の間に、上下エジプトを一つの王国に統一し、第一王朝を起こした人物とされている。しかし彼の名前は、カイロイシやパレルモイシのような原存の遺物には残っておらず、エジプト第五王朝期に作られた、王名表の石碑にも現れない。 彼の名前は、後の文献に、ホルスから直接王座を受け継いだ、最初の人間のエジプト王として登場する。またさらに後の王名表にも、人間の最初の王として記載されている。マメトも、彼のことを重要な人物として記述している。メネスは、古代ローマを起こした、ロー・ムレスのように、古代エジプトの多くの歴史を作った人物として描かれている。 マネトはメネスは、軍を前線に引き、偉大な栄光を勝ち取ったと記述している。マネトはティニスを第一王朝及び、第二王朝の首都とし、メネスは、ティニス出身であるとしている。一方、ヘロドトスはメネスが、カンタク堤防を築いてナイル川の流れを変えた後、首都として、メンフィスを建設したと記述している。マネトはメンフィスの建設は、 メネスの息子のエタシーズによるものとし、メンフィス出身のファラオは、第三王朝まで登場しない。シケリアのディオドロスは、エジプト神話における神々の戦争を導入し、贅沢な生活様式とともに、生贄の習慣を作ったのは、メネスであると記述している。この校舎によって、メネスはエジプト第二十四王朝のファラオである、テフナクト一世によって、名誉を汚されている。 プルタルコスは贅沢の導入者としてメネスに対する呪いの言葉が刻まれたテーベの蓄積について言及している。マネトによるとメネスの知性は62年間でカバに殺害された。サーリア・カイザーがガイウス・ユリウス・カイサルに由来するようにクレタのミーノースの名がメネスに由来するという説もある。しかしメネスの名前が古代エジプトの記録に出てこないため メネスの名前の方がミーノースに由来している可能性もある。スコットランドの東洋学者で劇作家であるアレクサンダー・ダウは古代エジプトを舞台としたセチナという悲劇を書いた。その中で主役のメネスはセラピスの次の男性を追い後継者として描かれている。1774年の初演ではサミュエル・レディッシュが演じた。ありがとうございます。